いやー暑いですわ。こう暑いとね、結構走っててクラクラくることがあるんで、たまにこうやって日陰に入って休憩をしております。はい、休憩終了ということで出発しようかなと思います。僕はボケ防止のためにモトブログをやってるっていう話を結構してると思うんですけど、その効果っていうのは、まあなんとなく実感はしているわけですよ。多分これをやってなかったらね、もうちょっとこう言葉が出てこないような瞬間っていうのがね、まあ、日常生活でも多々あるんじゃないかなと。今でもちょっと人の名前が思い出せないなとか、そう、人の名前を思い出せないっていうのは、割と正常なことなんですって。人の名前っていうのは、こういろいろなね、人の情報の中でも、単なる記号でしかないので、なかなかその人物と名前っていうのが結びつかない、もともと結びつきにくいものなんだそうです。ましてや平凡な名前だったりすると、ちょっとね、出てこないっていうことがあるみたいです。よっぽどインパクトのある名前、そう、だから、あれなんですよね、キラキラネームもそういった意味ではね、無駄じゃないんですよね。そのインパクト強いと、どうしても覚えるきっかけにはなりますからね。そう、例えば、誰か人と話をしてて、その人の出身地とか、血液型とか、あと、趣味とか食べ物とか、そういった情報って、もしかするとこう自分とね、共通点があったりするんですよ。だから、その人物と趣味、もしくはその血液型とか、まあ、食べるものの好み、そういったものが、まあ、結びつく。で、その人が、あの人だっていうことまでは分かる。ただ、それと名前がね、結びついてないっていうことは多々あるそうです。それはね、年齢に関係なく、そういうことが起こりうると。まあ、それぐらい名前っていうのは、あくまでも記号だという認識で脳が捉えてる。だから、もともと覚えにくいものなんだよと。だから、名前が出てこないっていうことを、ボケの始まりだとかっていう考え方は、ちょっと間違ってますよっていう話をね、この間聞きました。はい、それはさておきですね。それ以外のことで、こう、言葉が出てこないっていうことあるじゃないですか。何か言おうとしてたんだけど、何を言おうとしてたんだっけとか、それそれねっていうことまでは分かるんだけど、それがちょっと分からない。あと、何をしようとしていたかを忘れる。そういった状態が、まあ、ボケとまではいかないけど、まあ、老化とかね、脳の劣化とかっていうことに、まあ、ちょっと一つの目安になっているということなんですよ。で、それはですね、まあ、できれば避けたいわけですよね。それは避けたいですよね。人間生きてたら、ピンシャンした状態で、まあ、死ぬまでいられたら一番嬉しいなと、誰もがそう思ってると思うんですよ。で、その最たるものが、やっぱり記憶に関することだと思うんですよね。いろんなことを忘れながら、で、徐々にボケてって人に迷惑をかけるみたいな状態は、なるべく避けたいなと、これは誰もがそう思ってると思うんですよ。だけど、まあ、悲しいことに、やっぱり年を重ねると、加速度的にそれがね、悪化していくわけですよ。だから、そこをね、なんとかしなければなということが日々の戦いなわけです。で、その一つが僕にとってのこの元ブログなわけですね。この元ブログをやり始める前はですね、僕は書く方のブログをやってたんですよ。で、それを、まあ、毎日投稿するっていうね、毎日何かしら書いて投稿するっていうことを自分に義務付けて、で、何年ぐらいやったかな、まあ、4、5年は最低続いてたと思うんですけど、で、それをね、続けてたんですけど、まあ、ある時、まあ、確かにこの書くことによっての効果はあると。それは実感できたんだけど、
もしかしたらこう喋るっていうことに行った方がさらにその効果が増すんじゃないかなと思って、でこっちの方に切り替えたわけです。でさすがにこの動画の配信に関してはね、毎日はちょっと厳しいので、週に 1,2 回は投稿しようというふうに決めてやっております。まあ実際にはね、1回こう走りに出て、まあ 3,4 本撮ってで帰ってきて、で気が向いたら編集してアップするという形で、で大体1ヶ月分ぐらいのストックをゆとりを持って週 1,2 本ずつアップしているという形なんですよね。まあたまりにたまっちゃってるとね、僕時事ネタが多いもんですから、あんまり話が古くなるとそれをアップしても意味がなくなっちゃうんで、まあ場合によっては週に3本4本とアップする週もあるんですけど、まあそういったちょっと不定期な感じではあるんですが、まあそれでも最低に週に 1,2 本はアップしようという心がけでやっております。まあ、そうやって個人の努力でボケをねなるべく遅らせようと、ボケるのはもうしょうがないんでね、これは脳が劣化するのは年とともに衰えていくのはしょうがないと思うんですけど、まあそれを少しでも個人の努力で遅らせようというあがきをね日々してるわけなんですが、これがもし治療で解決するのであれば、こんなありがたいことはないわけですよ。で当然ね、医療の方もそういったことを目指して日々努力をしているわけです。薬をね服用することでそれを防ぐことができないかということが、まあ、日夜研究されていて、いろいろなところがね、あこれで進行を食い止めることができましたよ、ちょっと改善しましたよっていうようなね発表がされてるんだけど、なかなか決定打がないという、まあ医療業界こういうの結構あるんですよね。がんでもそうなんだけど、研究はしてる、で成果も少し出てるけど、なかなかこれといった決定打が出てこないと。でそんなある日のニュースでですね、ちょっと驚く一報が飛び込んできたんですが、それはですねエーザイっていう日本の薬品メーカー、エーザイさんね、エーザイが開発した薬がボケというかアルツハイマーの進行を、まあ、させる、なんだっけアミロイドベータでしたっけ、それをね、まあ、何度か食い止めるようなそういう薬が開発されたと。でこれがアメリカで認証を受けて、でいよいよ供給されるっていう話になったんですよ。だからその認可されたっていうことがすごいことなんですよね。未認可のまんま、あ効くか効かないかちょっと半々ですよみたいな薬は今までたくさんあったんだけど、ちゃんと治療として効能があるということがね証明されたっていうことになりますからね。だからその状態でこの薬がね、まあ、売られる、まあ、すごい金額らしいんですよね。アメリカは特に保険効かないじゃないですか。だからまあ何百万とかっていう治療費になっていくんでしょうけど、エーザイって日本のメーカーじゃないですか。だから日本でも当然これはね認可されるべきだと思うんですよ。そしたらなんとかこれがね、認可される方向になってるということらしいです。まあ多分1年遅れぐらいで認可されるんでしょうけど、まあ、そうなると、まあ、そのアルツハイマーが怖くないっていう状態にはならないと思うんですが、それでもね、ちょっとはねその恐怖もこれで薄らぐんじゃないかなっていう感じです。ただですね、認可はされても果たしてこれが保険適用になるかっていうのがちょっと微妙なとこなんですよね。もしかしたらねこれ保険適用にはならずに供給が開始されるんじゃないかなっていう、まあ、そんな空気感なわけですよ。保険適用されないとなると、まあ、これは一部のセレブの、ね、人だけがアルツハイマーの恐怖から逃れられるという状況になってくるのかなという感じですかね。
で、まあ、僕思うにね、日本って、まあ、保険がねしっかりしてて国民全員がほぼね、まあすごくイリーガルな人たちを除いて国民全員がほぼ保険に加入しているわけです。まあそういうねすごく軽有な国家なわけですよ、ね、アメリカみたいな大国ですら国民皆保険というのは実現してないわけで、まあそういった意味でね医療に関してはすごく充実している軽有な国家なんですよ。まあそういう国がですねこれを保険適用しないというのはいかがなもんかと思いますよ。で、まあ、確かにねその保険適用でその国庫の負担が増えることは間違いないんだけど、ただちょっとよく考えてほしいんですが、アルツハイマーの治療自体は結構国の、ね、財政が使われているわけですよ。でボケれば介護という形で、まあ、これまだ国のね税金からまあ捻出されてね、どうなんだろう、僕ちょっとその立場になってないんでわからないんですけど、要介護者には補助が出るでしょ。だからそういったものも体はもうピンシャンしてる、もうね普通に生活もできるけど、ただ頭がボケてるっていうだけで介護が必要になってる、要介護者になってるっていう人は結構いるような気がするんですが、まあ、そういった人たちがもしねその薬の力で、防ぐことができるのであれば、トントンかもしくはプラス作用に働くんじゃないですか、国庫の負担に対して。だから、まあ、場当たり的な数字で見るとね、そのちょっとお金を使うのは嫌だなって国は思うのかもしれないけど、長い目で見たらねこれは保険適用にして広く国民にこの薬を広めた方がいいんじゃないかなっていう気がします。まあ僕は専門家じゃないんでね、その国の財政負担が、まあ、医療費にどれぐらい使ってて、で介護にどれぐらい使ってて、でそのバランスを考えるといやマイナスだよっていう意見もあるのかもしれないけど、まあ、どうしてもね目の前にいい薬があるのであればそれは早くね世に広めてほしいという気持ちがあるので、どうしてもこう保険適用でやってもらいたいなということを考えてしまいますね。そういうわけでね、せっかくいい薬ができたのであれば、まあ、あんまりケチくさいことは言わずにね、ぜひねこの薬を保険適用にしていただいて、国庫の、ね、負担にマイナスになるようなことはねないと思うんですよね、長い目で見たら。なのでね、ぜひこのアルツハイマーの薬に関しては保険適用でやっていただきたいなと思いましたというお話でした。ではまた。